こんにちは、白羽です。さて今回はモバイルディスプレイを購入しまして、これがとても良かったので紹介します。今回購入したのはこちらです。 15.6 インチの 4K HDR 対応のディスプレイです。 Amazon で買いました。詳細は概要欄にリンクします。このディスプレイは YouTube でも何人かの方が紹介されていて気になっていたんですが、4万もするのでどうしようかと思っていたんです。それが割引クーポンで3万くらいで買えるようになっていて、思わずポチってしまいました。2画面っていいですね。こんな風にサブモニターで YouTube を流しながらメインのモニターで作業することもできるし、動画の編集をこんな風にサブに素材を並べてみたり、プレビューを大画面で表示させたりできるし、作業がはかどります。 4K だけに画面は綺麗だし、時々動作がもっさりするなと思う時はありますけど、時々ですからそれほど困ることはありません。開封はすぐ使いたかったので軽くしか撮影していませんが、内容物はこんな感じです。 USB-C のケーブルが2つ、 HDMI ケーブルが1つ、説明書、電源アダプター、付属の USB-C ケーブルをつなげて使います。それとハケです。こちらが本体です。カバーと保護フィルムがついていました。ハケはこれを貼るためについています。この保護フィルム貼ってみたんですが、不器用な私ではうまく貼れませんでした。気泡がいっぱいです。こういうタイプって時間が経てば気泡が消えるものってありますよね。これは数日経っても気泡は消えません。貼るときは気合を入れて貼った方がいいです。こちら側はモニターの設定をするためのボタンと OTG 機能の USB で、こちら側は給電専用の USB-C ポート、イヤホン、USB-C、ミニディスプレイポート、標準 HDMI ポートがついています。で、この穴はここにペンを刺すと、で、これは太すぎました。こんな風にペンを刺すと自立します。このカバー、いい質感です。これが台の代わりにもなります。 HDMI とマイクロ USB のケーブルがあれば RX100 マークなんちゃらのプレビューに使うことができます。HDMI で接続すると HD の画質になってしまいますが、それでも画面が大きくて綺麗に見えました。スピーカーがついているので音も出ます。音質はまあ普通に使えるレベルの音です。あと普通モニターってパソコンにつなげるケーブルと給電用のケーブル、つまりコンセントにつなげるケーブルの2つが必要になりますが、これはパソコンとケーブルがType-C USB 3.1 Gen 2に対応していればパソコンから給電できるのでケーブル1本で使えます。私のパソコンはサンダーボルト3のポートがあったので、それにつなげればケーブル1本でつながりました。ケーブルは付属で付いていたものを使用しています。
ういう USB で接続するタイプのディスプレイって一昔前はもっさりしすぎていて使えないイメージでしたが、今はもう全然使えますね。 4K でも大丈夫です。